日本全国の野草を食べながら旅をする山田あかちです。皆さんいつもありがとうございます。皆さんも1年間ね、たくさんの野草を見てきて、野草を食べているという方も多いんじゃないかなと思うんですけども、ちょっとリクエストがありまして、僕が食べた中で、美味しかった野草ランキングの動画を作ってほしいということだったので、この動画を作っています。確かにね、皆さん知りたいと思うね、野草そのものはそんなに味がすごくいいというわけではないんですよね。味がいい野草というのはそもそも山菜と言われているものなのかなと思っていて、野菜のようにね、すごく使いやすいというものではない。やっぱり野生のものだから、アクも強いし味も強いみたいなことがあって、現代の野菜を食べ慣れた皆さんが美味しいと思える野草ってそんなに多くないんですよね。まあ、美味しいから食べるというよりは、野草を食べるにはいろいろ理由があってね、体的なこととか、食料危機のこととか、いろんな理由があるからなんだけども、野草を食べると体がどんな風になっていくかっていうのは、ぜひね、概要欄とか QR コードでもね、今お知らせしているので、ぜひともちょっと見てみてください。まあ、今回野草ランキングということで、7つ。皆さんにお勧めしたい野草を7つ選んでみました。山菜は、もともと味がいいので今回は排除。ではなくて、皆さんの身の回りにある野草で、僕が比較的味が良くて、まあ、むしろ大好物ですぐらいの感じのものを、7つちょっとアップしてみましたので、ぜひとも参考にしてください。それでは行ってみましょう。どうぞ。第7位。柿の葉ですね。もう早速野草じゃないじゃんという感じなんですけども、まあ、身近にあるところで僕が最もよく使って美味しいと感じているのがこの柿の葉です。うん、柿の実は食べる人多いと思うけど、柿の葉を食べてる人はそんなにいないと思いますね。ちょっと、想像の上を行く美味しさというかね、柿の実ってフルーティーじゃないですか。でも、やっぱりね、葉っぱも同じようなちょっとフルーティーな感じのする味がするんですよ。結構ガリガリ硬いんだけども、硬い葉よりは、そうだな、やっぱり初夏のあたりの、葉っぱがちょっと出たてのところとかを、まだ少しね、こう、なんていうかな、黄緑の色、がっつり緑じゃなくて黄緑色ぐらいの葉っぱをしてるところを取ってお料理すると柔らかいし、あと肉厚で食べ応えがあるんですよ。フルーティーな味、肉厚で食べ応え。そしてね、もちろん天ぷらにすると、ね、最高に美味しいんだけども、天ぷら以外にも煮物、炒め物、いろんな料理に使える上に、当然柿の実と同じようなね、ビタミン C を含んだ、まあ、栄養があるので、僕本当ね、柿の葉探してでも食べたい勢いですね。だけどまあ気をつけないといけないのはやっぱりね、多くの柿の葉は人ん家の庭にあるということと、それから大体柿をね、収穫してる人は農薬とか使ってる可能性があるから。農薬使っていなくて取っても大丈夫な柿の木を探すのがコツですね。そしてじゃじゃん、6位。6位は雪の下ですね。これほんと野草好きの人にはね、大人気の野草ですよ。見た目もおしゃれだし食べやすいし、味もいいみたいなことで。この大人気の野草が6位かということで、驚いた人もいるんじゃないかと思うんですが、6位です。僕の中ではね。ポイントはね、年中食べられますね。生えていれば食べられる。アクも少ない。そして、やっぱり肉厚です。で、味もね、割かし、癖がなくて美味しいんですよね。まあ、天ぷらにした時のその肉厚、ほんのちょっと香味があるのでね、それも味わうっていうこともできるし、そして、もちろん、煮物、炒め物、いろんなものに使えるということでね、万能野草、そして、おしゃれ、そして見分けやすいですよね。この雪の下に似ている他の草はあんまりないので、ほんと見分けやすいっていうところ。雪の下はちょっとね、まあ、野草好きじゃなくても知っておいた方がいい。まあ、好みで、お庭に植えてる人結構いますよね。この雪の下ね。はい。割と、お水が流れるところ、湿気の多いところに生えてます。石垣のところとかね、石垣のちょっとほら、雨が降って水が流れる石垣のところとかの日陰のところに生えていたりとかするんですよね。続いて第5位。じゃじゃん。滑り比喩ですね。もう滑り比喩は言わずと知れた、まあ美味しい野草の代名詞でもある。この野草が5位かっていうことで、ちょっと皆さんこれもまた驚かれるのではないかなと思うんですが、まあ滑り比喩美味しいですよね。生で食べると僕はいけると思ってるけど、火は通した方がいいのは間違いないね。ちょっと湯がくぐらいがいい。でもね、生で刻んで、山形である、ほら、だしって郷土食があるでし
きゅうりとかナスとかみょうがとかと一緒にスベリヒユをあえて、醤油であえてっていうのをすると、まあ美味しいし、もうスベリヒユ単体でもはっきりと美味しいよね。単体で普通に刻むとちょっと粘りが出てくるし、それととろろ混ぜたりもでいいしね。もうスベリヒユだけでとろとろしてくるから、ちょっとお醤油混ぜて納豆にかけてみたりとかね。そのままご飯と一緒にいただいたりとかっていう。大変食べやすくて味がいい。そしてね、オメガ3に代表されるような栄養価が抜群にあるということで、特に夏の時期、重宝する野草ですね。ちゃんと夏必要な栄養素がちゃんと野草でやってくるってすごいですよね。ただ、のっぱらには生えてない。大体、田んぼのあぜ道とか畑とかに生えてる。なぜか、人工的な、こう、手を入れたところに生えてくるというか、まあ、さら地に生えてくるというのかな。うん。自然豊かなところには生えてこないんですよね。だから、取るときはやっぱりね、畑の主の許可が必要な野草かなっていう感じがしますね。はい、そして第4位。梅雨草ですね。もう、梅雨草を食べられることを知らない人からすると、梅雨草なの?っていう感じだと思う。梅雨草を食べたことがある人だと、梅雨草より美味しい野草ってあるの?っていうぐらい。梅雨草。本当にね、美味しいですよ。まずね、食べやすいよね。食べやすさで言うと、今回ランキングつけているのは、一応美味しさでランキングつけているんだけど、食べやすさっていう観点からすると、ナンバーワンだと思います、梅雨草は。うん。ちょっと湯がくぐらいで、シャキシャキさが残るから、ほぼもやしの代わりとして使えるし、味もいいね。うん。特別な個性のある味ではないんだけど、とにかく美味しい。なぜかわからないけどね。食べた人みんな梅雨草にハマっていきますね。青い花が咲くからね、見分けやすいっていうこともありますね。似たような種類で、丸葉梅雨草っていうのもあるんだけど、まあこれもまあ大体美味しく食べられるけど、やっぱりこの、梅雨草というもの自体を探した方がいいなと思いますね。はい。第3位。ヨメナです。これが第3位に来るのかという感じですよね。ヨメナ、名前の通り、お嫁に持っていくほどうまいと言われている野草ですね。うん。ちょうど僕が今、剃ってる時期はですね、ちょうど紫色の花が咲いていて、非常にね、ヨメナ分かりやすい。この野菊と言われている種類ですね。うん。まあ、小ヨメナ、白ヨメナ、ヨメナ、ノゴンギクといろんな種類があるんですけども、とにかく、生で食べても、すごく香味豊か。これ時期によりますよ。ちょっと糖が立ってくるとちょっと悪も強くなってくるんだけど、本当に割と小さいうち、初夏ぐらいまでかな、のうちに取れると、本当にね、香りが上品で、味も上品というね、野草の中では僕は高級な部類に属してます、このヨメナ。うん。生で食べて、あ、なんかすごくいいと思える野草は少ないですけども、ヨメナはその中の貴重な一つ。うん。お嫁に持っていくほどうまい。お嫁に持っていきたくなる理由がわかる。これ、ヨガヨナは普通に野菜として出てると思います。いや、ヨメナね。どんな風に料理しても美味しい。おひたしでも美味しいし。うん。どんな風に料理しても美味しいと思います。はい。さあ、いよいよ、第2位です。第2位何が来るんだろうっていうかもしれないんですけども、もうこの野草は本当に僕大好きというか、毎年楽しみにしています。種付け花ですね。陸のクレソンと言われています。まあ、クレソンと同じ仲間なのでね、ほぼ味がクレソンです。クレソンって言ったらもう高級野草なんですけども、川に行ってクレソンを取れば、まあ、クレソンは美味しいんですけども、今回はあえてクレソンではなくて種付け花。うん。春のね、本当に早い時期なんですよ。もうね、春の早い時期を逃すと、一気に花茎って、花の茎っていうんですけど、花茎が伸びてきて、それで、花茎が伸びてくると、もうあんまり美味しくないというか、まあ、そこそこ美味しいんだけど、まず花茎が、茎がすごく硬くて、料理しても硬いから何にするし、葉っぱも味ちょっと落ちてると思う。だから、春のうちの、早いうちの花茎が伸びてくるまでの間で、こう、たわわにロゼットになってる状態を見つけられると、まあ、美味しいよね。もう、どっかどっかパスタに入れて一緒に食べたいみたいな感じの、うん、クレソン。ちょっとね、ほら、辛みのある味がします。これ、種付け花見つけられると、幸せですよ。絶対探しちゃうね。で、なぜかわからないけど、やっぱり、あまり自然豊かなところには生えてないんですよね。畑、田んぼといった、まあ、スベリヒユと同じように、なんかこう、人の手が入ったようなところに生えてくるんですよね。うん。まあ、ぜひね、種付け花はぜひ探してみてください。美味しい。さあ、いよいよ、第1位ですね。栄えある。皆さんの中でも第1位はあると思う。
もちろんね。いろんな第1位があると思うんだけど、僕の第1位は、ダントツのこちらでございます。紅花ボロギク。食べたことありますか皆さんこれ。あのね、ボロギクの種類の美味しさはね、ちょっと、群を抜いてますね。香味がすごくあって、まあ、味噌汁とか鍋に入れると本気で美味しくてですね。とにかく、春菊のめちゃめちゃ美味しいやつみたいな味がするんですよ。もう、バクバク入れたくなる。で、紅花ボロギク、ちょっとね、やっぱり、食べすぎると良くないのかわからないんだけども、紅花ボロギクと同じような種類の、ノボロギクっていう種類ね。これは、一応、独創指定に入ってます。食べすぎると、内臓の、機能がちょっとおかしくなってくるよ、ということで。なぜか、紅花ボロギクは大丈夫ってなってるんだけど、多分俺同じ種類だから、食べすぎると、同じように内臓悪くすると思う。多分ね。いや、ノボロギクはダメだけど、紅花は大丈夫っていう根拠がよくわからないもん。多分ほぼ同じ種類な感じがするから、どっちもやっぱり食べ過ぎは注意。だけど美味しい。からぜひ見つけて食べてみてほしい。食べ過ぎない程度にね。味いいですよ。まあ、生で食べるとちょっと、きつすぎる気がするね。ちょっと火を通して。はい。味噌とめちゃめちゃ合います。味噌汁に入れると最高に美味しいんだけど、もう夏の終わりですよね。大体。夏真っ盛りぐらいの時にね、出てくるかな。紅花ボロギク、それからノボロギク。あと、ダンドボロギクっていう種類もあって、まあ、地域によって多分生えてるボロギクの種類が違うと思うんだけども、うん。まあ、一番安心なこの紅花ボロギク。赤い花の咲くこの紅花ボロギクをぜひちょっと探してみてください。はい、ということでいかがだったでしょうか。美味しい野草ランキングということでね、参考にしてください。皆さんも、野草を食べ続けてる皆さんもいると思うんですけども、多分皆さんの中でもランキングがあると思うので、ぜひね、コメント欄で自分のランキングはこんな感じだ、みたいなこともね、教えてくれるとすごく嬉しく思います。はい、今日は山田明が野草ランキングをお伝えしました。見てくれてありがとうございました。ではでは、バイバイ。